皆さんこんにちは。今日はいつもとは違った玉川徹さんの素顔に迫ります。辛口コメントで知られる玉川さんですが、その言葉の裏側にある人間性に焦点を当ててみたいと思います。玉川徹さんといえばモーニングショーでの痛烈な発言で知られる論客ですが、その一方で私生活については謎に包まれています。実は玉川さんには結婚歴があることをご存知でしょうか。現在独身を貫いている玉川徹さんの離婚理由や結婚観など私生活について深掘りしてみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただきコメントいただけると嬉しいです。現在は結婚していない玉川徹さんですが、実は結婚歴があることが分かりました。玉川徹さんは元テレビ朝日の報道局員だったのですが、2023年7月31日に60歳で定年退職し、現在フリーのコメンテーターとしてモーニングショーに出演されています。2019年12月26日にテレビ朝日系で放送された徹子の部屋に出演した際に、司会の黒柳徹子さんから結婚について尋ねられます。すると自分は独身主義ではなく、ただただご縁がないということだと思いますと話していたことがありました。一見既婚歴もなくずっと独身状態できたのかに思われましたが、テレビ朝日系で放送された別のトークバラエティ番組ざわつく金曜日であっさりとバツイチであることを告白したのです。結婚していた期間は約2年で、30歳の時にはすでに離婚しているということでした。離婚の原因や元嫁について詳しく語ることはありませんでしたが、家事に協力的ではなかったことが離婚の原因の一つであることは間違いないことが話の内容からわかります。完全に家事をしなかったというわけではないようですが、中途半端に家事を手伝っても足手まといになるだけだからという勝手な思いをまず抱いたそうです。そして玉川徹さんはあまり積極的には家事をしようとはしなかったことが夫婦間に溝ができる原因になったということでした。確かに仕事で疲れている上に家事をほぼ全て任されてしまうと、時間的にも精神的にも余裕がなくなってしまいます。その上夫婦間でのコミュニケーションの機会が激減しますので、家事分担するべくしっかりと話し合うことが必要でしょう。先ほどもお伝えした通り、玉川徹さんが元妻と一緒に暮らした期間が約2年と短かったため、元妻との間にお子さんは授からなかったようです。よって8ミリど満玉川徹さんにお子さんはいません。ただかつてお子さんの存在を噂されたことがありました。玉川徹さんについて調べていると、なぜか玉川徹娘と検索している人がいるようです。これはおそらく羽鳥慎一の娘さんと勘違いした人が検索したのではないかと考えられます。モーニングショーに出演している羽鳥慎一さんと玉川徹さんはプライベートでも仲が良く、一緒に田んぼを借りて家族ぐるみで米作りをしていることを、2023年12月27日放送の徹子の部屋に2人で出演し語っていました。ある記事には羽鳥さんの娘が玉川さんと仲良しということが書かれてあり、おそらくさらっと流し見した人が、え、玉川さんって娘いたっけと疑問を感じて検索したためではないかと思われます。さて玉川徹さんには現在同棲中の彼女がいるというスクープが飛び出したのは2019年11月に発売された週刊誌においてでした。記事の内容は以下の通りで、重要な点を列挙します。お相手の女性の職業は医師であること、皮膚科医でシミ取りのスペシャリストとの異名を持つ人物であるということ、大学病院の付属施設や都内のクリニックで掛け持ち診療をする多忙な日々を過ごしているということ、容姿は端麗でキュート、吉田羊さんに似ていて美肌であること、見た目はキュートだけど主張すべき場面ではしっかりと自分の意見が言える女性であること、年齢は報道当時40代ではあるものの、とても40代には見えない容姿であること。記事によると2人は報道当時同棲状態であり、玉川徹さんの自宅から出勤する彼女の姿や玉川徹さんと彼女がツーショットでランチデートをしたり一緒に帰宅したりする様子もキャッチされていましたので、交際の事実は間違いではなさそうです。週刊誌の直撃に対して玉川徹さんは交際していることを認め、交際期間は1年弱であると語っていました。2人の馴れ初めは
玉川徹さんが足にできたイボを取りに病院を訪れたことだったそうです。その時の担当医が彼女で、イボができた原因について話しているうちに自然と玉川徹さんの私生活にも話題が及び、自然な流れで食事に行くような仲に発展したそうです。週刊誌の記者に結婚について聞かれると、とても微妙なタイミングだから察してよ、わかるでしょと、まんざらでもない様子だったと伝えています。玉川徹さんの2024年時点での年齢は62歳、彼女の年齢は40代ということで、年の差は10年以上ですが、果たしてこの先どうなっていくのでしょうか。2024年9月現在、再婚したという情報はありません。その後2人の関係性がわかる報道もないので、交際が続いているかどうかも不明です。前述の通り、玉川徹さんは現在結婚しておらず独身です。1963年生まれですので、すでに還暦を越しましたが、還暦後への男性で結婚していない場合、その理由として取り沙汰されることが多いのは性格、女性関係、金銭感覚などですが、玉川徹さんが結婚していないのはどういう理由からなのでしょうか。8ミリロマン、玉川徹さんが還暦超え世代になるまで結婚していないのは、学生時代に交際していた女性が関係していると言われています。その時のエピソードは以下の通りです。その当時、真剣に交際していた彼女ととあるレストランで待ち合わせをしていました。すると玉川徹さんよりも遅れてそのレストランに来た彼女が驚きの行動に出たのです。なんと別の男性を引き連れて現れ、この人と付き合うことになったと突然別れを告げられたといいます。玉川徹さんとしては、いずれその彼女と結婚するつもりで交際していたそうなので、彼女からの突然の告白はまさに青天の霹靂でした。そしてさらに、その出来事があったのがクリスマスイブだったことから、玉川徹さんに与えたダメージは相当なものだったと振り返っています。その一件があって以降、女性恐怖症とまではいかないものの、それに近い状態のまま現在に至っているようです。新しい彼女ができて幸せ真っ只中状態の玉川徹さんが結婚する可能性はあるのでしょうか。レギュラー出演しているテレビ朝日系のモーニングショーで、ジョイとの熱愛報道を司会の羽鳥慎一さんからいじられた際には、すみませんと照れくさそうにしていました。ずっと長い間独り身で過ごしてきた玉川徹さんにとって、彼女の存在はとても大切で、何よりも彼女の優しさがこの上なく心地よいそうです。玉川徹さんが60代、彼女が報道当時40代ですので、今からお子さんを授かるという年齢ではありませんが、お互いに癒し合う仲としては最適で、今後2人が結婚する可能性は十分にあり得るでしょう。これらの報道を見て、世間の玉川徹さんに抱くイメージが分かってきました。ほう、バツイチなんだ、結婚しない人だと思っていた。バツイチなんだから結婚はやめとけ。玉川さんって独身だったのね。まあ、あの性格だと結婚は無理か。このようにテレビ番組を見た印象から、玉川徹さんという人物を判定するしかない視聴者やインターネットユーザーからしてみると、こういった印象やコメントになるのは致し方ないのかもしれません。しかし、意外にも真理をついているかもしれません。ところで、玉川徹さんとフリーアナウンサーの原千秋さんがパーソナリティを務める東京 FM のラジオ番組ラジオの玉川、テレビではまだ出せていない玉川徹の新たな一面を発信をコンセプトに、ビジネス、キャリア、マネー、カルチャー、エンタメ、音楽など、さまざまなジャンルをテレビとは違った角度から玉川徹さんが深掘りする番組です。ある時、リスナーから寄せられた恋愛相談に玉川徹さんが答えました。相談内容は既婚者の恋愛についてでした。私はこの夏、職場の同僚に恋をしています。ですが、私は既婚者なので眺めるだけにしています。既婚者としての振る舞いに玉川は正解ですと回答するも、不倫を一概に否定するつもりはないそう。自分の人生をかけられる恋って多分一生に一度あるかどうかだと思っているんですね。結婚した後でそういった方と巡り合うこともあると思うんですよと持論を語ります。不倫は当事者同士の問題ですが、全てを失う可能性のあるハイリスクな行為です。全てを失う覚悟があればしょうがないと思います。だけどそうではない、いわゆる浮気流行っちゃダメだよということだと思うんですよね。
と玉川徹さんは語ります。発言を受け原千晶さんは、眺めるだけっていうのはベストですねとコメントしていました。いかがだったでしょうか。今回は玉川徹さんの私生活に迫ってきました。たまに番組内のコメントで炎上してしまうことがある綱渡りのコメンテーターとして有名ですが、ある一定の層には大人気な方でもあります。今後どんな言葉で世相を切っていくのかとても楽しみです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。